27回アジア競技大会女子サッカーのグループリーグ第3節が22日に行われグループ B ではチャイニーズタイペイ女子代表となでしこジャパンが対戦した第2節のヨルダン戦で12対0と大勝したなでしこは初戦で引き分けた中国と同化地点ながら得失点差で8ポイントの大量差をつけて首位に立つなでしこは開始3分 右サイドから有吉沙織が相手選手3人をかわしてペナルティエリア深い位置まで進入マイナスの折り返しを坂口瑞穂が流し込み早々に先制する18分にはゴール正面の位置から有吉がエリア内左にスルーパスフリーのマスや理科に決定機が訪れたがシュートはクロスバーを超えた 押し込むなでしこは26分にもミゲマアのスルーカスに抜け出した川澄ナホミがエリア内右からシュートしたが、わずかに左へ外れた。迎えた32分、なでしこはゴール正面のミゲマから右の川澄へ展開。クロスボールにキラッチナッツがヘディングで合わせてネットを揺らし、追加点を獲得する。前半、2点のリードで終えたなでしこだが、後半はなかなか得点を奪えない。 63分にはキラに変えてなお元ヒカルを投入する。66分にチャイニーズ大帝は左サイド浅い位置でのフリーキックをゴール前へ送るとファーサイドからの折り返しがチャンスにつながるが、ゴール前で坂口がクリアした。70分にナデシコは中島エミに変えてキリ七ウナナセが入り2枚目のカードを切る。3分後。 有吉からの右クロスをファーサイドの気流がダイレクトで折り返すと飛び出したゴールキーパーに当たってボールはゴールへ向かう。ゴールラインを越えたか微妙な位置でカバーに入った相手ディフェンダーがクリアし、判定もノーゴールとなった。追加点を奪えないなべしこだったが84分。左サイドから気流がクロスを上げると、ゴールキーパーがパンチングしたこぼれ玉を拾った川澄がループシュート。 これがポストと相手ディフェンダーに当たりゴールイン。試合を決定づける得点となった。試合はそのまま終了し、なでしこが3対0で勝利した。同時刻に行われた中国女子代表とヨルダン女子代表の一戦は5対0で中国が勝利。この結果、なでしこが得失点差で中国を上回り、グループ C 位での通過が決定し、 26日にグループ A で3位のインドもしくはグループ C で3位となったチームのうち、成績上位の相手と準々決勝で対戦する。